今回は並行提出、東工大2016年の問題を説明します。塩化銀は水に溶けにくいが、アンモニア水には溶ける。これは以下の C から E で表する反応が起こっているためである。で、こういう反応。で、反応式 C および D の並行提出がそれぞれ 2.1×10 の3乗、8.2×10 の3乗であるとき、反応式 E の並行提出を求めなさいと。ただし KSP は 1.8×10 のマイナス10乗とします。で、これ、平行定数、E の式の平行定数を求めなさいと言ったら、まあ、求める式、これ、KE と置くと、これやな、この上式。これは、液体の、プロダクトガと上やな。で、これ CA のマイナスの上やな。で、じゃあ答えは書かないな。答えは、濃度一定から上がらないということでしょ。で、一番上の式は、これは KC としたら、KC は AG とがするな。で、AG、AG の括弧や、AG3 のプラスで、分母は、AG プラスと、これ、濃度な。で、NS が、KC、KD は、こっちは、上が AD の NH3 の、2でな。で、これのプラスでな。この濃度と、で、AG、下、分母が NH3 のプラスでな。この濃度でな。どうかで、これな、こうだな。で、NH3 ですね。で、これは、この式、KE を作んねから、KE を作んねから、なんでか、これ残したいよな。これな。これ、これな、KC と KT かけたらいいな。こんなん。NH3 が1個入ってて、K よりな。K よな。で、KSP。KSP というのは、これは AG プラスと CL マイナスの濃度の積だから、なんでか CL マイナスを導入したいのから、これもかけたらな。だこう、KC と KD と KSP を全部かけたらな。かけたら、これは NH3 は、NH3 の事乗分の、で、これ全部かけたら AG プラスは AG プラスで消えるな、消えて、で、上は CL マイナスは残るな、残って、で、この NH3 はもうやったから、こう。で、ちょっと残るな、この求めたやつは残りますよね。AG のカウントの NH3 の2のカウントのプラスってやつが残るな。ね、これがだから KE になる。だから KC と KD と KSP 全部かけてやな。これ 2.1×10 の3乗 ×8.2×10 の3乗 ×1.8×10 のマイナス10乗な。でこれをね、計算すると 3.1×10 のマイナス3乗。3.1×10 のマイナス3乗になるか。10のマイナス4乗。それぐらいな。はい、以上です。